イーフィンレイは、アメリカ合衆国、ミネソタ州、ダルース出身のプロサッカー選手。アメリカ合衆国代表、ミネソタ・ユナイテッド FC 所属。ポジションはフォワード。2008年から2011年まで、クレイトン大学のサッカー部に所属。2011年の、NCWA 男子ディビジョン・アイ・サッカーチャンピオンシップ、では、チームの中心選手として、ベスト4ミリに貢献した。 また同年には、ネブラスカ州のカレッジアスリートオブザイヤーに選ばれた。2012年の MLS スーパードラフトで一巡目にコロンバスクルーの指名を受けた。3月10日のコロラドラピッツ戦でプロデビュー。2015年シーズンは10ゴール13アシストと躍進を遂げ、リーグの年間ベストイレブンにも選出された。2017年8月9日。 トータル42万5000ドルの金銭トレードでミネソタユナイテッド FC に移籍。父親がカナダ人のためカナダ代表でプレーする権利も有していたがアメリカ合衆国代表でのプレーを選んだ。2016年1月31日、アイスランド代表との親善試合でアメリカ合衆国代表デビューを果たした。3月29日に開催された 2018FIFA。 ワールドカップ予選のグアテマラ代表戦ではゲームキャプテンを務めた。ありがとうございます。